皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理用紙の布目です。最近肌寒くなってきましたので、冷え性についてのお話をしたいと思います。まあ夏場でも結構エアコンが強いと部屋の中寒くて、冷え性の方って結構年がら年中足の先とか手の先が冷たい方多いかと思うんですけれども、まあそういった方に聞いていただきたいなというふうに思います。冷え性ってなると何が良くないのかなっていうと、冬場とかになってくると足の先が冷たいと寝つきが悪いっていうのは、私も自分の中ですごい感じてる弊害の一つだなと思ってるんですけれども、もうそれ以外にも冷え性って要は血流がねあまり良くない状態なので、肌荒れですとか肩こりとかそういったことも起こってきてしまうので、いろんな不調の元になりやすいなというふうに思っています。冷え性になってしまう原因なんですけれども、一つはもともと体温が低い人ですね。私たちの体温って、どういうふうに保たれてるかって言いますと、血液が、循環することによってそれで体温を保つという働きがあります。なのでちょっと血圧が低めの方とかも冷え性になりやすいと言われています。あとは貧血の方とかも冷え性になりやすいというふうに言われています。それ以外にもストレスがかかっていたりですとか、不規則な生活をしている方もなりやすいというふうに言われています。じゃあそれに対してどうしたら冷え性を解消できたりとか症状を緩和することができるかと言いますと、ゆっくりと入浴をしてもらうことで血流が良くなりますので、またリラックスもできるので、そういった対処ですとか、あとはゆっくりと睡眠をとっていただく、十分な食事をとっていただくことかと思います。特におすすめの食材なんですけれども、一つ目は生姜になります。生姜はですね、血行を良くしてくれますので冷え性にいいとされてます。生姜に含まれている成分が手足とか足先の毛細血管を広げてくれるので、それによって血流が良くなります。もう一つ目はシナモンになります。シナモンに含まれている成分が毛細血管を修復する働きがあります。ですのでそれによって血行促進がされて冷え性の改善に良いとされていますので、アイスにシナモンパウダーをかけてみたりですとか、紅茶に入れて飲んでいただいてもいいかと思いますので、ぜひ冷え性の方は試していただければと思います。これから寒い季節が来るかと思いますので、体調に気をつけてお過ごしいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。